ステファノ・ソレンティーノは、イタリア・カンパニア州されるの県、カーバゲティッテーに出身のサッカー選手。ポジションはゴールキーパー。ユース時代を過ごした SS ラツィオとユベントス FC では、出場機会を得られず、その後に移籍したトリノ FC 時代に2シーズンのレンタル移籍に出された、ことでその能力を認められるようになった。しかし2005年に所属するトリノが破産となり、自由契約のみに、 これと同時に、イタリアを離れることを決意し、ギリシャのエックアテネ FC へと移籍することを選択した。エックアテネでは、出場機会を得られるようになったが、妻がギリシャでの生活に馴染めなかったため、娘が生まれたのを機に、母国イタリアへの帰還を願うようになる。しかし、条件に合うオファーに恵まれず、彼は、プロとして、アテネの地に泊まりプレーすることを決断した。この決断が、 アテネのファンに支持され、毎試合のように彼の名前を歌い上げるほどになった。その後、エックアテネは UEFA チャンピオンズリーグで AC ミランに1-0の勝利を収める。この試合では、マンオブザマッチに選ばれた。ミラン戦での活躍によって、多くのオファーが来るようになり、2007年7月16日には、スペインのレクレアティーボエルバエレンタル遺跡。全試合に出場して、 チームの一部残留に貢献すると2008年7月4日には AC キエーボベローナへの買取オプション付きレンタル遺跡が決定。念願の母国復帰を果たした。遺跡後も政治遺として活躍。2009年6月12日に完全遺跡を果たした。2013年1月30日サミルイカニと入れ替わる形で US チッタリパレルモに2016年までの契約で 遺跡。降格圏に苦しむクラブの救世主的存在として期待されたが、クラブの降格を助けることはできなかった。ありがとうございます。